はですね、またハリーポッターのスタジオツアーに行ってみたいと思います。あの今年の春にこのハリーポッターのスタジオツアーに初めて参加したんですよ。でその時はニコタンがあのまだハリーポッターの世界を全然知らなくてね、本も読んだことないし映画も見たことないしで全然知識がなかったのでニコタンは全然楽しめなかったんだけど、今回ねリベンジじゃないんだけど、ニコタンをどうしてもこのねハリーポッターのスタジオツアーでめちゃめちゃ楽しんでほしいということで、ハリーポッターのね本を読んでさらに映画も見てもう準備をしてきました。で今の時点でニコタンはね最後まで見たわけじゃなくて、本のアズカバンの囚人をまで全部読んで、うん、炎のゴブレットの途中まで、そう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 。で今ニコタンどう、このハリーポッターをさ1から読んでみて1、2、3を全部読んだじゃない、どうだったハリーポッター見てみて。すっごい面白かったでさ、また来てみたいと思ったんだよね、うん、はい、ということでね今回はリベンジ戦じゃないけどこのハリーポッターの、ね、世界をニコタンと一緒に満喫して帰りたいと思います。イエーイということで今年の春に来たばかりのハリーポッタースタジオツアーを今回はニコタンも一緒に楽しみたいと思います。前回は最終入場時刻ギリギリに来てしまったので外の景色を楽しむことなく館内に入っていったんですけれども、広い庭には早くも物語を代表するキャラクターやモチーフがまるで美術館のように展示されていて、それぞれに目が止まるたびに物語のワンシーンを思い出させてくれました。前回同様今回も事前に予約していったので係の方に携帯の予約画面を見せて手荷物検査を受けてから入館しますが、前回手荷物検査で引っかかってしまった鼻毛カッターはホテルのお部屋に置いてきたので今回はスムーズに入館することができました。館内に入ると同時に目に入るこの景色はハリポタファンには鳥肌もので圧倒されるような感覚がありますが、まだここは入り口に過ぎません。左手にお土産売り場、右手にフードホールがある中、今回はまず前回見るだけにとどまったフードホールに行きたいと思います。ここはホグワーツのフードホールをそのまま再現したような作りになっていて、寮の旗やろうそくが天井を飾り、またテーブルも寮ごとに分けられています。お食事は英国風のお料理が楽しめるフードホールと、ホグワーツの寮とファンタスティックビーストをイメージしたスイーツがいただけるフロックカフェの2店舗が入っていて、特にフロックカフェの方には映画の中でハグリッドがハリーにプレゼントした誕生日ケーキ、ファンタスティックビーストで大人気の魔法動物ニフラーを模したニフラーマン、ホグワーツの4つの寮をイメージしたカップケーキなどなど、見ているだけでワクワクするようなスイーツが並びます。そしてこちらの2店舗はどちらもロイヤルホストが監修していて、というのはマグル向けの建前のお話で、実はホグワーツのお食事はすべて屋敷しもべ妖精が作っているんです。映画ではダンブルドア校長の話が終わったら突然テーブルにご馳走が並ぶように演出されているんですけれども、実際には魔法で突然出現したお料理はすべて屋敷しもべ妖精が用意したものだったんですね。だからこちらの壁のタイルには屋敷しもべ妖精がお料理を作っている絵が描かれているというわけなんです。ケーキを1つと、はい、バースデーケーキ店内のみですが間違いないですか。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。あとチョコレートフロッグカップケーキを1つ。はい、バースデーケーキとチョコレートフロッグカップケーキを1つですね。あと、どれクラフトコーラ、あ、じゃあクラフトコーラで。はい、クラフトコーラを1つ。ニコタン、ここ空いてるけど。ニコタンはグリフィンドールの椅子に座りたいってグリフィンドールの椅子は空いてないね。ここしか空いてないかも。ということで今回はスタジオツアーに行く前にとっても美味しそうなハグリッドの誕生日ケーキと、今にも動き出しそうなカエルチョコが乗ったカップケーキ、そしてクラフトコーラをおやつにいただきたいと思います。今日は手始めにこのフードホール、前回来れなかったフードホールの方でちょっとねスイーツをいただきたいと思います。私たち今日はね朝ごはんを結構しっかり食べてお昼にお腹が空かなかったのでお昼抜いちゃったんですよね。でそのまま友達の家でちょっと過ごさせてもらって、で今ここに来たんですけど、
もう今4時なんだけど、あの朝からここまで私は食べてなくて、ニコタンちょっとね、なんかさっきコンビニで肉まん食べて、あのちょっとなんかこうお腹は満たしたんだけど、私たち、りょうちゃんも私もあのお昼を抜いてそのまま食べてないので結構お腹空いてるんですよ。で、あの今日は晩ご飯は前回同様この、 あのスタジオツアーの中の方でいただきたいと思うんですけれども、ちょっとそれまでにあのかなりお腹が空いてるので、今からねここでケーキをいただきたいと思います。はい、早く食べよう。あ、いいよいいよ、食べて食べて。これね、各クラスの4つのカップケーキっていうのがあったんですよ。いただきます。で、今食べてるのはその4つのケーキじゃない、あのフロッグケーキだっけ、なんだっけ、スペシャルなんとかケーキだよね。うん、おいしい。あ、ほんと。あ、じゃあちょっとママもいただいてみよう。これはなんかクラフトコーラ。いただきます。クリーム、何味だろう。なんか何の味だろう、なんか飲んだことある味だこれ。飲んでみて。でも私はちょっと好きじゃないかも。なんか飲んだことある、これ何だろう。あ、何これ、コンペイトじゃない。コンペイト、すごいかわいい、星みたいな金色のコンペイトついてる、かわいい。普段食べていいよこれ。あの普通のコンペイト。すごいクリームがね、これね、今画面ではクリーム青に見えてるかもしれないけど、これ紫なんですよ。結構おいしい。私はこのね、ハリポタをね、最初から読み直してみたら、このハグリッドのね、ケーキっていうのがめっちゃ可愛いよね。いただきます。ザク、あ、すごいザクすごいね、すごい、すごい酸素になってる。いただきます。大きい一つ、ハリポタも大きい一つ食べる、うん、見て、大きい。すごい、中はなんかプルプルなんかいちごジャムとか、いちごムースとか、うん、いちごっていうのか、いちごだけじゃなくてなんかベリー系のムース、うん、ゼリーみたいなムースと、あと中にねジャムが入ってて、これもね結構ね食べ応えがある。結構美味しい。絶対大きい人って言った方がいいと思う。だって割れないんだもん中はこんな感じになってる。このてっぺんにね、カエルチョコがついてんの。これがまた可愛くて、世界観が出るよね。世界観出るね、ほんと。でもこのカエルはニコタンに譲ってあげる。おいしい。うん、パイパイすげー、ミルクチョコレート。うん、結構なんかいいね、やっぱり。食べて、うん、で今ね聞いてみたら、入ってすぐ右手にあるフードホールの方はあの2つのお店が入っててね、でこっちの方はお食事系 でそしてこっちの方はデザート系なんですよ。でなんとどちらもロイヤルホストさんがやってられるそうです。あのハリーポッターのスタジオツアーの中にあるロイヤルホストは、うんうん、とこっちのロイヤルホストはちょっとメニューが違う、うん、メニューが違うんだよね。あのどっちも結構満足度高そうな見た目なんですよ。だからあのおそらくね、こっちで食べてもあっちで食べてもあのどちらも同じくらいの満足度でいただけるんじゃないかなと思います。あの今日の晩ご飯はね、前回同様中の方 あのレストランでいただきたいと思います。イエーイ。小腹を満たしたところで、来る前から予定していたものを買うために今度はお土産売り場に行きたいと思います。今回私たちは一体何を買うでしょうか、ね、ニコタンはね、あの前回ハリーポッターに全く興味がなくて、こういうグッズにもね全然興味を示さなかったんですけれどもね、今回はホグワーツに入学したいと考えていらっしゃるでしかもハリーがホグワーツに入学したのが11歳で、来年なんだよ。
だからニコタンほら来年のために入学準備しなきゃいけないじゃん。ニコタンは、うん、飛び級して今日入る。違くて。私的にはニコタンはね、ハッフルパフなんじゃないかと思うんだけど。でもニコタンはね、どうしてもグリフィンドールに入りたいということでね。あ、すごいかわいい。かわいい。でね、今ね、ここの上にあるサイズ表を見ると、あの155から160が XS って書いてあるんですよ。でもニコタンね、今だいたい言ってるのが150から155くらいなんだけど、あの表に基づいて XS を選ぶともうこんな感じ。これはちょっと大きすぎるよね。だからね、ニコタン の, あの今のサイズに合わせるとね、 XXS がまあこれでも大きいかなって感じなんですよ。でニコタンはどうしてもね、グリフィンドールがいいっていうから、これだね。ハッフルパフじゃなくていい。これネビルロングボトムの杖。あ、ダンブルドア先生の杖だって。これがあの有名なやつだよ。まだニコタンはそこまで読んでないけど、これが最後物語の鍵になる。ネタバレしちゃいけないから言わないけど、すごい面白い。シリウスブラックの杖。こんな杖本当だね。もう今となっては私もニコタンと一緒にね、ハリーポッターの本を読んでいて、映画の中で描かれてなかった世界までね、本で読んでるんですよ。でそうなってくると一人一人のキャラクターに対するね、気持ちがすごいなんか入っちゃって、一つ一つがね、なんかめちゃめちゃ興味深く見える。人間の骨のモチーフになっている形になっていまして、実は持ち方が決まってるんですけど、このフックのところに小指をかけて取ります。あ、いいですか。こういう感じで持つのがヴォルデモート流になっていて、このエレガントに簡単に杖を使ってるように見せるっていうのが狙いなんですけど、 あえてこういうデザインを作ってみたら。あ、面白い。確かにそんな風に持ってましたね。そうなんです。こうじゃなくてこっち向きで持つ。本当だ本当だ。なんかこんな感じ。めちゃくちゃ上手です、すごい面白いね。ヴォルデモート役の俳優がそれを提案したらしく、そういう風にこれでもやるといいんじゃないかみたいな。あ、そうなんだ。それでこういうデザインになったんです。どう、リコダン、ボルデモ、いや、ボルデモじゃない、私にはいやだ。マリーはこれだよね。デスイーターが持っていた杖になってまして、そうなんです。あのボルデモ、リコダン、杖決まった。ハーマイオニー。ハーマイオニーなの。さすが。こちらのお買い物エリアではレジの横にこんな可愛い隠れキャラがいる中、いくつかのアイテムがセールになっていたんですけれども、びっくりしたのはこのカチューシャが1000円ってなかなかないなと思って目が止まりました。全体的に小さめの作りなのがちょっと残念なんですけど、屋敷しもべ妖精になれるカチューシャや、組み分け帽子をかぶっている気分になれるカチューシャ、またピグミパフのカチューシャはピンクでめちゃくちゃ可愛くて、これが1000円だったらかなりお得なんじゃないかなと思いました。ニコタン超似合ってるじゃん。めっちゃテンション上がってる。今の気持ちはどうですか。すごく楽しい。それでは準備が整いましたので、いよいよハリーポッタースタジオツアーの内部に入っていきます。入り口には撮影初日の年月日が書かれていて、これだけでも改めて撮影されてからもう24年も経つのかと驚かされるのと、さらに24年の時が過ぎて今もなお色褪せることないハリーポッターシリーズの魅力をしみじみと感じることができます。そしてこちらの空間には各国の宣伝用ポスターの画像が展示されているんですけれども、これだけたくさんの国の言葉に翻訳されて世界中のファンに愛された映画であることに改めて驚かされます。次にですね、先ほどの空間からこちらの扉に来るまでに一旦カメラを止めて、スタジオツアー注意事項のレクチャーを受けて、いよいよホグワーツの中に入っていくんですけれども、今回はニコタンともう一人男の子との共同で扉を開ける大切なお役目をいただきました。3、2、1、ホグワーツへようこそ。
この扉を開けて最初に目に飛び込んでくるのは、映画の中で最も印象的でかつ象徴的なホグワーツ魔法魔術学校の大広間です。この場所でハリーは初めて組分け帽子によってグリフィンドールの寮生となり、おそらく生まれて初めてのごちそうを食べ、フクロウから郵便を受け取り、マグルの世界では考えられないまさにマジカルな生活がスタートします。ダンブルドア先生を筆頭に主要クラスを担当された先生方の衣装だけでなく、各クラスの生徒たちが実際に着ていた衣装が飾られ、ホグワーツがいかに由緒ある格式高い学校であるかが制服から見て取れます。扉を開けていきなりあの大広間の景色に圧倒されながらも次の展示へ進んでいくと、映画ではおなじみ動く肖像画に囲まれたこれまた動く階段が目に飛び込んできます。こちらは実は映画だけでなく本の中にも幾度となく登場するんですけれども、この階段と肖像画にまつわる映画では描かれていない小話がたくさんあって、本を読み進めてきた今となってはネビルが窮地に陥ったあのシーンや、ロンがハリーのために合言葉を言って寮の扉を開けてあげたあのシーンが鮮やかに想像されます。前回もご紹介したんですけれども、ハリーポッタースタジオツアーの中では自分たちの動く肖像画をはじめ映画にちなんだ映像を作ることができます。事前に一組一名がスマホで QR コードを読み込み、自分の情報を登録しておくと、ここで撮影した映像をダウンロードして後で楽しむことができます。ここはハリー、ロン、ハーマイオニーが実際に生活していた寮の様子がかなりリアルに再現されていて、さらに男子寮の寝室をよくよく見ると、右からロン・ウィーズリー、ハリー・ポッター、ディーン・トーマス、そしてネビル・ロングボトムと、トランクに書かれたイニシャルでベッドの位置関係がわかります。本によるとこちらのスリザリンの寮は地下にあるということで、温かみのある暖色に包まれたグリフィンドール寮とは対照的で、全体的に青緑で寒々しい印象になっています。前回はこちらのクィディッチエクスペリエンスで応援風景の撮影体験をしたんですけれども、今回は参加者が少なくてちょっと恥ずかしかったのでやめておきました。こちらの撮影風景に興味のある方はぜひ前回の動画もチェックしてみてください。そしてクィディッチに欠かせないこちらのハイグレードなほうき、中でもハリーポッターとアズカバンの囚人に出てきたこちらのファイアボルトは、よくよく見るとほうきの枝が稲妻型になっていて、とっても面白かったです。ちなみに映画では原作ほどクィディッチにまつわる話が多く出てこないんですけれども、本を読むとクィディッチ絡みのあんな話こんな話がより詳しく描かれています。あと第4話に出てくるボーバトンとダームストラングの登場シーンは、映画を見ていないニコタンにとってまだ想像するにとどまる状態だったんですけれども、これ何かわかる?と聞いた時に、ボーバトンとダームストラングとちゃんと正解していたのが、やっぱり原作の描写が細密だからこそイメージの再現性が高いんだなと思いました。ニコタンまだここまで読んでないもんね。ね、楽しみあのここの鏡の後ろの方にこのダンブルドア軍団の、あの紙が貼ってあるんだけど、これはね役者さんそれぞれの直筆のコピーらしいです。すごい、これとか姿をくらますキャビネット棚、ハリーポッターの中でも最後の本に出てくるアイテムなんですよね。ほんとこれ見ちゃうの、これ憂いの古いだよ。I can speak to snakes too. They find me. なんだここに。何か記憶みたいな。ダンブルダー校長先生のあのお部屋の奥の方にはこんなラウンジがあるっていう設定だったんだ。知らなかった。ここ、まあ、いわゆる校長室、うん、そうそうそう、校長室の奥の方だよこれ。階段があった。そう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 、入ってみたい。あっちから見たら分かるんじゃない。
ここの校長室は映画で結構おなじみなんだけど、この校長室の裏の方にあんなあのラウンジがあるとは知りませんでした。ルーちゃん知ってた？この校長室の裏にラウンジがあるって。知らなかった。知らなかった。あっち見てごらん。ダンブルダー先生のラウンジがあるよ。さっきラウンジを見た。見た？面白いよね、設定が。これこの間やらなかったやつだね。今からね、闇の魔術に対する防衛術の教室が始まるということなのでね、ニコタンが参加したいと思います。前回は急いで回らなければならなかったのと、また混んでいたために参加しなかった闇の魔術に対する防衛術のクラスを受けたいと思います。実は私たちは今回最終入場時刻よりも30分だけ早くスタジオツアーに入ったんです。なので前回と同じように急いで回らないといけないだろうなと思ってはいたのですが、なんとラッキーなことに今回は前回と違って平日の最終時間帯だったのでめちゃくちゃ空いていたんです。なのでこの闇の魔術に対する防衛術のクラスも貸し切り状態でしたし、この後巡る場所も人が少なくてかなりゆったりと回ることができました。聞いてるようです。さすがエクスペリアルスを試してみましょう。エクスペリアルス、もう皆さんいい感じです。まだ油断しないで。そしてこちらの魔法薬学の教室には薬に使う材料がずらりと棚に並び、ポットには薬品が煮えてるんですけれども、中の材料をかき回すのは杖で行います。先ほどちょっとだけ授業を受けたニコタンもこの通り、すでに上手に魔法が使えるようになっています。こちらは占い学の教師トレローニー先生です。映画ではあまり出てこないんですけれども、本の中ではハリーはこの先生にいつもイライラさせられていて、ハーマイオニーからは占い学の授業をやめるように言われることもあるんです。そしてこちらは闇の魔術の防衛術のクラスを担当した歴代の先生方です。ハリーポッター全7作品の中で毎回担当教師が変わるという難しいクラスのようですが、私は最後のこちらの先生だけは記憶になくて、改めてまた見直そうと思いました。リコさん、来年入学するんだったらこれ全部揃えなきゃね。これまでのところで4冊目の途中までしか本を読んでないんですよ。だからそれ以降のことは全然知らなくて、でちょっとやっぱりネタバレ的なものもここにね展示されてたりするんですよね。だからニコタン、どう、まだ読んでないところのさ展示もあるじゃない、そういうの見てどう思う？気になる。気になるよね。見たところは、あ、これあれじゃんとか、うん、そうだよね。で今回本を読んでみて私すっごい思ったんですけど、映画に描かれてないところがすっごいたくさんありすぎて、まだね映画しか見たことがない、本は読んだことがないっていう方がね多分多いと思うんですけども、もし興味のある方はぜひぜひ本を読んでみてほしい。もう本当に謎だったところとかね、分からなかったところとかもうすっごい細かく書いてあるから、ぜひぜひ試してみてください。お辞儀してもらったね。これ誰か覚えてる？森から出なさい、うん、名前なんだっけ？名前なんだったっけ？お、出てきたあれどっちだ、子犬、子犬なんです。ワイちゃんだった、ワイちゃんだった。
はい、かっこいい、うまい、まだまだまだ、しましまだよ。前回と同じバックロットカフェに来て、でそしてね、前回と全く同じ席に座りました。で、今日は平日なんだよね。何曜日だっけ、そうそう、夏休みではあるんだけど、今日は平日で、で水曜日か、今日は。そうだよね。だからなのか、すっごい空いてるね。なんか入り口の方は結構いたよね。うん、入り口の方は結構いたけど、ここら辺は来ない。そう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 、ここに来て、今このね、レストランの中、座ってるのって3組くらいだよね。そう、ちょっと閑散としてる感じするね。そうだね。うん、でも逆に落ち着いてゆっくり回れるし、いろんなね、アトラクションにも、なんていうか、マンツーマンみたいな感じで参加できてよかったけどね。ということで、今回はまたここでね、ご飯を食べて、でそしてね、後半のスタジオツアーを回っていきたいと思います。満喫するぞ。トマトが混ざり合って、そのザ・ソースみたいな感じになってそれがお肉も肉肉しくて美味しい。よかった。食べてみる。うん、肉が美味しい。うん、これソースがいいね、本当に。で、今日はさっきデザート結構しっかり食べちゃったから、なんかあんまり食べれないかなと思って、2つを3人で分けることにしました。でもなんかこう中途半端だね。あと1品あれば良さそうっていう感じの量だね。やっぱり今日ね、私の方はこれを最初から注文するつもりで、で実はね、秘密のアイテムを持ってきてしまいました。ブラウンソースみたいなのがちょっと苦手で、でもこっちはすごい好きなんですよ。で今回ちょっとね、近くのスーパーでこれを買ってきてしまいました。さっきね、レストランの方に聞いたら、大丈夫ですよって言ってくださったので、ちょっとね、私はこのステーキソースでいただきます。ちょっと私はこれでいただきます。いただきます。うん、うん、おいしい。前回と比べてなんだけど、お肉がちょっと小さい気がする。どうだろう、映像を比べてみないと分かんないけど、分かんないけど、気のせいかも。お肉自体はすごく美味しいんだけど、ちょっと小さいかなと思います。はい、それではね、ご飯を食べ終わったので、後半の
ツアーに行きたいと思います。前回よりも本当に人が少なくてね、回りやすいんだけどちょっと寂しい気がします。シリウスの助け出すためになんか時間を巻き戻して、原作にも脚本にも出てきてないって感じ。人があまりにも少なくてなんだか寂しい雰囲気の中、なんとこれからこの状態だからこそ味わえるハリーポッタースタジオの本当の楽しみ方を知ることになります。その一つがこちらの写真。スタッフの方から声をかけていただいてカメラを渡すと、映画っぽく見えるアングルを指示してもらって、こんな素敵な写真を撮っていただけるんです。しかも周りに誰もいないホグワーツで家族の記念写真を無料で撮影していただいた気分です。ここはハリーが11歳でホグワーツに入学するまでの間、そして入学後も夏休みの度に帰ってこなければならなかったダーズリー一家の家です。11歳で入学するまではこの階段下の物置で寝起きしていたハリーですが、魔法が使えるようになったハリーを恐れて、次にハリーが帰省した時からは2階の一室を与えられました。とはいえ、それでも夏休み中の虐げられた生活は変わらず、家族総出のハリーいじめは本で読むとさらに悲惨なものでした。そんな底意地の悪いダーズリー一家の家についてなんですけれども、この内装を本国イギリスの方が見るととてもちぐはぐな趣味の悪いインテリアに映るようで、ダーズリー一家の内面を映す象徴としてわざとこんなインテリアにしたのだというエピソードも教えていただきました。これは魔法省への入り口なんだよね。なんか聞こえるんだっけ？あれ、受話器ある？お耳に当ててごらん。聞こえる？なんか聞こえない。何も聞こえない？そうなんだ。そして次に向かったのがホグワーツ特急が待つ9と4分の3番線です。ここで私たちが撮った写真がこちら。そしてスタッフの方に撮っていただいた写真がこちらです。寄ればいいってもんじゃないというよく知っている方だからこそ撮れる映画っぽい雰囲気マシマシの写真に仕上がりました。そしてこちらが前回も立ち寄った9と4分の3番線のお土産売り場です。入り口のところでもお土産は買えるんですけれども、こちらでしか買えないグッズも結構あるので、ここはぜひ立ち寄っておきたいスポットです。これだったらさすがに違和感ないんじゃない？グリフィンドールじゃないけど、なんかこれでも違和感はないかも。スリザリンスリザリンだけど、でもなんかあのほら、あなたたちが大好きなグリフィンドールは赤だから、どう？ちょっと、あ、赤っていうか、あ、でもこの色だったらいいかな。これいいんじゃない？パパ似合うと思う。ちょっとギリだね、これ。ペコタのこのヘアバンドと同じ。水筒買った方が。水筒？あ、いいんじゃないこれ。これいいんじゃない？ね。割れない、割れない。割れない。そう、前回買ったあのガラスのやつがね、今ここにもうなくなっちゃってるんですけど、あれすごい気に入って買ったら、なんと1ヶ月以内にりょうちゃんが割っちゃったんですよで、私もね、なんかね、ケースを作るって言って作ってなくて、でりょうちゃんが割っちゃって、で今度ね、ここに来た時は絶対水筒買いたいと思ってたんだけど、あのガラスのやつはなくて、代わりにね、このほら落としても絶対割れない頑丈なやつがあって、しかもね、絵がめっちゃ可愛いんですよ。これすごいいいよね。じゃあルーちゃんはこれお買い上げです。
そしてですね、ハリーポッタースタジオツアーの CM を見ると、その象徴として登場するのがホグワーツ特急なんですけれども、なんとこちらは実際のホグワーツ特急の塗装を担当された方によって実物と同じ色に塗装され、それからここまで運ばれてきたそうなんです。その様子がこのエリアの出口にあるスクリーンで詳しく紹介されていますので、ファンの方はぜひこちらも見逃さないようにチェックしてみてください。もう本当ご覧の通りね、今は周りにお客さんがほとんどいないくらい、すっごい閑散としてるんですよ。ただね、ちょっと寂しい気はするけど、今ね改めてすごい良かったなと思うのがあって、なんでかっていうと、ここにいらっしゃるスタッフの方がこの舞台裏みたいなのを一つ一つねすごい詳しく説明してくださるんですよ。それがすっごい興味深くてめっちゃ面白いです。だからなんか私たちがなんかこう知り得ないことを声かけてくださってすごい説明してくれるからめっちゃ面白いです。すごい何枚も写真撮っていただいて、でキャストの方が声かけてくださるんですよ。でここで写真撮られる方が多いですよとか、なんかここ背景に撮りませんかとか、すごいね写真たくさん撮っていただいて、いつもはねりょうちゃんとニコタン、もしくは私とニコタンっていう感じでね、3人で写真撮るってことがねあんまりないんですよ。なんだけど今日はキャストの方から声かけていただいて、もう本当今日は珍しく家族3人の写真がめちゃめちゃたくさん残りました。ここから少しの間、アニマトロニクスについて学べる展示物が続きます。遠方からの代役撮影で使用したというハグリッドの頭部、魔法動物が作られる過程、またファンタスティックビースト最新作の電車内のシーンは複数の映像を重ねて作られているなど、私たちの想像をはるかに超えるたくさんの才能が集結して、初めてこれだけスケールの大きい魔法の世界が映画化されたのだということがわかります。映画の中に入り込むような体験と同時に、現実の世界から見た映画作成秘話も勉強できるこちらのツアーもいよいよ終盤。最後の撮影体験では、ほうきに乗って空を飛ぶという映像を撮影します。前回は何をやらされているのかいまいちよくわからない状態で、パパの言うなりに撮影に参加したニコタンですが、今回はそれとは違い、心から楽しんでリアルに空を飛んでいるような表情を見せてくれました。ちなみにですね、ここで発見したハリポタツアーのタブーを一つご紹介すると、緑色の服は着てこない方がいいということです。グリーンバックの部分を合成して一つの映像に仕上げるのに、私が緑色のスカートを履いてきてしまったので、よく見ると私の下半身が背景に溶け込んでしまっているんです。というわけなので、ここに来るときは緑色の服や小物を身につけないように皆さんお気をつけください。いよいよやってきました、ダイヤゴン横丁。すごい、本当なんか貸し切り状態だねすごいね。ぜひ動画を見ていただきたいんですけど、前回はめちゃめちゃ混んでたんですよね、最後の10時ギリギリまで。で、なんていうの、あんまりゆっくりはできなくて、こんなに素敵なセットの中をほとんど貸し切り状態でこうやってなんかこう動画を撮れるっていうのが本当なんか信じられないくらい、今このセットを独り占めしてる、3人占めしてるんですよ。いや今日はすっごいラッキーだね、りょうちゃんね。だって今何時？今9時13分。9時13分。前回ここに来た時にはもう本当に終わる直前くらいだったんだよね。もう9時40分くらいだったかな。でもここもすっごい急ぎ足でブワーッともうチラチラチラッと見て、で そしてもう最後のところに行ったんだけど、今日はなんか空いてるのもあって
本当にゆっくり、そしてじっくり、そしてキャストの方にね本当に写真撮ってもらったりいろいろ説明していただいたり、すっごいいい経験をしながらここまでやってきて、でしかも最後は本当ここ貸し切り状態めちゃめちゃ贅沢な時間です。ほらすごい、今またね説明していただきました。これがねモレ鍋の壁だそうです。このねここにある穴をハグリッドがつついて開けて、でそして初めてハリーが見た景色がこっちだそうです。すごい、だから奥にグリンゴッツ銀行が見えてるっていうね、すごい、もう本当今日はこの貸し切り状態だからめっちゃ贅沢な時間を過ごせました。そうだね、結局私たちここに入ったのが5時半の部だったんだっけ。5時半だよ。でもうすぐ10時だから、でしかも最後の最後にね今のダイヤゴン横丁の貸し切り状態でね、前回とはね回り方が全然違った。今回は本当に遅い時間に入ったんだけど、ゆっくりじっくり本当に説明聞きながらめちゃめちゃ楽しい時間を過ごせました。これはシリウスブラック の家系図だね。これそう、ブラックに焼かれている人物が、ブラックに対する反逆者。そしてね私なんかシリウスってどのクラスだったんだろうって思ってたんだけど、りょうちゃん情報ではシリウスはグリフィンドールだそうです。あー来た来た。それではいよいよこのツアーのクライマックス、ホグワーツ魔法魔術学校の全体像を見たいと思うのですが、なんとここでのやり取りをそのままお送りしようと思っていたら BGM が著作権にがっつり引っかかってしまったので、最後は私たちの会話の内容は字幕で、そして解説を副音声でお送りしたいと思います。字幕をご覧いただければ分かっていただけると思うんですけれども、今回はゆったり回ってもまだ少しだけ終了時間までに余裕があったので、これはこのシーンに出てくる場所じゃないとか、ここはあのシーンのところだよとか話しながらゆっくり歩いていたんです。そしたらここでもまたスタッフの方が気さくに声をかけてくださって、ハグリッドの家はだいたいこの辺にありますよとか、ここであの人がああなったとかこうなったとか位置関係をめちゃくちゃ詳しく説明してくださったんです。なのでこれまでハリーたちが簡単にハグリッドのところに行こうって言ってたのが意外とかなり距離があるなとか、次の授業に間に合ったのかなとか、あーここがあの人がされてしまったところなのかとか、リアルに頭の中に思い浮かべてしまって、これからまた本を読み進めていくのに解釈の幅がかなり広がったなと感じました。その他にもハリーはあの時失意のどん底でここから憂いのふるいの場所に行くにはすごく時間がかかっただろうなとか、その時どんな気持ちだったのかなとか、この後はしばらくいろんな想像と感情が止まらなくなってしまいました。そして改めて考えるのが、私みたいにずっと前にハリーポッターを見てその時はすごく好きだったのに年を重ねてその面白さを忘れてしまっている人、りょうちゃんみたいに根っからのハリポタファンで今でも何度も本を読み返している人、そして少し前のニコタンみたいにハリーポッターをまだ一度も見たことがなくて全く興味のない人、この壮大な物語との関わり方はそれぞれなんだけど、ここまで見てくださった皆さんにはぜひこの動画が改めてハリーポッターの世界に触れるきっかけになれば嬉しいなと思います。あとこれはぜひ皆さんにトライしてみてほしいんですけれども、入場者が多い時はもしかしたらちょっと難しいかもですが、もしも周りに一人でいらっしゃるクルーの方がおられたら、ぜひご自身で声をかけて疑問に思ったことや裏話を聞いてみてください。情報はクルーの方の中で共有されているそうなので、もしかしたらまだ勉強中の方もいらっしゃるかもしれませんが、皆さんがそれぞれにいろんな豆知識を持っておられて、それを聞く方がツアーを何倍も楽しめること間違いなし。私を含めて我が家は3人とも人見知りが激しい方ですが、それでもこうしていろんな話を聞くのと聞かないのとではツアー終了後の満足度にかなり違いが出てきます。これは聞かないと分かんないね。
ということで、私たちが本を読んだり映画を見るだけでは知り得なかった話に衝撃を受けながらツアーは終了。最後に少しだけお土産売り場をチェックしてから帰りたいと思います。最後にお土産売り場に来たんですけどね、なんとファイアボルトが売れてる。すごいねこれ、面白い。4100円、ファイアボルトこの稲妻のなんかこれが特徴なんだよね、面白い。はい、今ですね、このハリーポッタースタジオツアーから出てきました。もう今日はすごいいい一日でした。最後の最後までスタッフさんがね、あのまだあと10分あるから大丈夫ですよとか言ってくださって、あのギリギリまでちょっとあのお土産とか買えたりしてね。でそしてなんか説明もしてくれたよね。本当ね、すごい貴重な体験だったよね。あのホグワーツの、うん、なんかほら模型、うん、でここはあのこのシーンに登場する場所でみたいな。そう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 、そういう、あの私たちから聞くんじゃなくて、あ訪ねたこともあったけど、それだけじゃなくてあのキャストさんの方から寄ってきてくださって、ここはこういう風になってるんですよとか、ここはすごい、ここはこんなエピソードがあるんですよとか、あのここは実はこういうシーンで使われてるんですよとか、もう本当に一つ一つめちゃめちゃ丁寧に教えてくださって、もう感激しちゃいました。ここは本当にめちゃくちゃいいところです。あの今日はねこんな感じで、結局ね最後の最後まで、多分私たちが今日の最後のお客さんだったんじゃないかな、わかんないけどそれくらい最後までいちゃってね、本当に車も今もう本当私たちの車が今ここに1台、最後の1台になっちゃってるんだけど、いやもう最後の最後まで満喫しました。楽しかったということで、今回のハリーポッタースタジオツアーいかがだったでしょうか。あの最後はこの駐車場でお別れするみたいな感じになっちゃってるんだけれども、今回のね動画を見てもし面白かったと思っていただけたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー、バイバーイ。ハリーポッタ